はい、新しいの園371日目でございます。いやー今年はいいね。今年はなんか畑が頑張ってる感が出てます。去年なんてこのトウモロコシでさえメタメタだったのに、今年は割とトウモロコシもいい感じ。まあ去年はね、肥料過多みたいな状況があったようで、これ誰も管理してないのかね。トウモロコシはこうやって脇芽が出てたら、脇芽が出てるそばから取っていかなくちゃダメですよ。取っていきましょう。うん、もう実もねちょろちょろついてたりするし、もうちょっとこれ高くした方がいい、高くした方がいいと思うけどね、支柱へのなんかこう誘引が弱い気がする。あとはいい、ここら辺とかも、もう脇芽か、脇芽じゃないな、こっちが脇芽か。うん、脇芽をね積んでいかないといけないんですよ。トマトは一本仕立てってやつですね。であっちの方にナスは、ナスはなんかどうなんだろう、まだ何も手加えなくていいのかな。まあ、個人的にはねちょっと距離が近い気がしますね。ナスとナスとの間がね、もうちょっと間があった方が、去年の苦い経験からもう少し間があった方がいいような気がします。トウモロコシの手入れの仕方がちょっと分かんない。それはまあトウモロコシなんて植えてどうすんのっていう気もするけど、まあでも植えた分よりは、うん、収穫できるのかな。こういう風にこう横にこういう風に出てるのは折った方がいいんじゃないかって気がするんだけど、ちょっと分からない、素人には分からないですね。これ2本とか生えてない、一つの穴に2本とか生えてない、1個抜いた方が良くない。こっち雑草か、これ雑草か、いや分からん。茎ブロッコリーはねもうそろそろ本当抜いた方がいいんだけど、なんかなんとなく惜しくて残しちゃってる。こういうところのね、茎ブロッコリーの食べれそうなところがめちゃくちゃいい感じなので、このまま残したいんですけどね。葉っぱがねちょっと食われてます。おそらくこのどこかに青虫さんがいるでしょう、いるんでしょうね。結構でも年中楽しめる作物なのかもしれないね、茎ブロッコリーは。うん、もう取ってもいいけど1年持たせることも可能なのかもしれない。最後に1年越しピーマンをの様子を見てもらおう。はい、1年越しピーマンこんな感じですね。花がもう少し咲きそう、これこれ花が咲きそう、いいんじゃないですか。1年越しピーマンいいんじゃないですか、これは。うん、ピーマンって1年、ま、冬は越したけどもう何年とか行くのかな。ピーマンの木とかできんのかな。発想が子供だけどピーマンの木作ってみたい。子供はピーマン嫌いだから子供の死ね発想かな。はい、ってな感じで私の園371日目でした。今年は本当にいい感じですね。まだちょっと、まあ、食卓にバンバン野菜が上がってくるという状況ではないですが、今年の夏はすごく野菜が取れそうな、そんな予感がビンビンですね。